はい、皆さんこんばんは。今回は母親と一緒に東川町にありますゆこまんそうさんに行ってみたいと思います。はい、朝ごはんのねお弁当も買いまして、石狩鮭飯、私の大好きなお弁当です。でね、札幌から滝川まで特急オホーツクに行きまして、滝川で乗り換えをしたいと思います。なんかとっても綺麗な感じですね。はい、ほうじ茶も買いまして、朝飯いただきます。昆布巻きね、吹きにいいですね。そしてこのイクラがね、パラパラとね、鮭のフレークの上に乗っかってまして、美味しそうです。いただきます。長崎線のね時も駅弁をね、駅弁っていうのかご当地弁当ね、3つ食べましたが、なんかその頃をね思い出しますね。電車の中で食べるお弁当は本当に美味しい。このお弁当も久しぶりに食べましたけど、相変わらず美味しかったです。昆布巻きもねパクリ美味しい。これね、ちょっと全部は食べきれなかったので一旦お休みして後で食べたいと思います。 JR の車内誌もちょっと読んでみましょう。根室のお魚の広告発見。ん？これは稚内駅のどっさりホタテ弁当、気になります。ね、車掌からはですね、この田園風景がとってもいい感じですね。滝川到着、ここで乗り換えます。そうしたらですね、なんと3名号というね珍しい列車に乗ることができました。こちらはなんか JR 北海道の中でも1両しかないそうです。このね外装の落ち着いたグリーンがまた大人のね旅を感じさせます。はい、中はじゃーん、なんか落ち着いた感じでとってもいいですよね。木をねふんだんに使用しておりまして、癒されます。はい、この鉄橋をね越えると生まれ育ったモーセウス町に近づいてきました。そして間違ってスローボタンを押しちゃいました。はい、ここからはですね、モセウスについて母親と合流いたしまして、旭川方面向かっております。はい、お昼ご飯は旭川の人気ラーメン店へ行きたいと思います。うわー、駐車場めっちゃ広いのにこんなに混んでる。吉野本店です。味噌ラーメン、アイコンが可愛くない女の子
待たせいたしました。お子様勝利です。いいですか。はい、味噌です。はい、味噌です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。おー、すごいでしょ。はい、吉野の味噌ラーメンとこちらはお子様の醤油ラーメンにしました。うん、旭川麺懐かしい。山盛り麺がすくえない。濃厚。思いのほか濃くないです。うん。はい、お昼も食べてお腹いっぱいになりまして、東川方面に向かっております。道の駅がねありますんで、そこで立ち寄ってみたいと思います。地元のね野菜、地元の新鮮な野菜がいっぱい並んでおりました。やっぱりね、お米の町です。たくさんのお米が置いてあります。お米どころということで日本酒も豊富にありますね。東川エール飲んでみたい。中別ダムだそうです。わお。はい、ゆこまんそうさんね、近づくにつれてですね、どんどん山をね登っていく形になります。標高1000メートルのところにあるということなんでね、どん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 登っていきます。おっと、朝日岳が見えてきました。雄大です。はい、ゆこまんそうさん到着です。結構車止まってるよ。目的地周辺です。温泉案内は終了しました。日帰り温泉してる人もいるのかもね。マンソンに着きました。ではね、チェックインしましょう。ゆこマンソン日本人を守る会。これ何、高松の宮妃殿下宿泊。なんかいろんな皇室の方が泊まってるらしいね。泊まったことがあるんだね。すごい。お、じゃーん。明るい。ここだよ。明るい、こんな部屋。すごい。すっきりしたシックな感じのお部屋です。ね、ベッドはセミダブルかな。机があってシンプルな感じ、
洗面台は何ですか、どういう風に開けるのかな。こっちからでした。お浴衣とバスタオルとアミニティセットがあって、お、コーヒー、あ、手動のミルがあります。ここは冷蔵庫、冷蔵庫、ほら水ですね。怪力で冷蔵庫がずれた。こっちはじゃーん、おトイレでした。福万の湯まんじゅうがあります。テレビがあって、ビューはどうですか。駐車場です。こっちはね、電源調整するスイッチとコンセントがあります。可愛らしい置物、あ、金庫がありました。こっち何、あ、こっちクローゼット、どういうふう、どっち、どっち開き、これ、これ何、どういうふうに開けんのこれこれ開かないようになって、あ、これ開かないんだ。クローゼット、ここのちっちゃいちっちゃいスペースまであるんだ。そっか、メモリアルギャラリー、竹内智子さんのメモリアルギャラリー、人をビールっていうのがあるんだ。へえ。あ、タオル、うん、人をビール飲みたい。大浴場、あ、なんか変わってる。ストーブが、薪が、うん、おー、鹿の剥製もあるよ。暖炉が、すごいな、くるくる暖炉、薪があって、竹内さんと左は元小泉首相、右は誰、竹中平蔵、違う、何だっけ、分かんない。そうだ、上がってくる、出過ぎます。わあ、すごい、すごいね。すごいじゃん。ちょっとお邪魔します、上まで美人さんだよね、すごい綺麗な人。冬はこうやってスノーシューでね、スノーシュー体験ができると。ちょっと外行ってみるか。できた、できたばっかり、できたばっかりの橋。お、こっちが上流。うん。結構流れがすごい激しいね。うん。
雪解け水なんじゃないのこれ。へー、すごいね。わあ、これ湧き水だよね。湧き水だ。飲んでみようか。雪が残ってる雪が残ってるよ。いつになったら溶けるんだろうそんな中こんなちっちゃいねお花ちゃんはね、元気にね、すごい命を咲かせてますよ。すごいね。天然水と育満まんじゅうをいただきます。乾杯。乾杯。乾杯。いこまのまんじゅうを食べます。うん、つぶあんで美味しい。めっちゃうまい水